このアイコンが月って何なんだろうと思ったら、あの、ヤガミライト、あれヤガミライトだよね。月って書いたライトなんだっけそっか、あれラ月って書いてライトっていうもんだ。あの、全然関係ないんですけど、あの、オリジナル版の、あの、デスノート見たんすよ。日テレかなんかでやってるデスノートで、 で、あの、東出さん主演で、あの、東出さん主演のデスノートがあるっていう時点で、まず、あ、そんななるんだと思ってみたんですけど、あれは評価分かれますよね。<laughs> うん、まあなんか、あの、まあ、ドラマで、この予算で作るんなら、まあ、仕方ないよね、とは思うんですけど、うん、まあなんか、その、ま、漫画の時の、やっぱりそのなんか、あの、コミ てるそのなんか頭脳戦という話にはあんまりなってなくて、まあ、もちろんそのどんでん返し的な部分はあるんですけどうんなんかそういう感じのうちでもしないとこれ成立しないけどでもこのどんでん返しってどのキャラクターでも割り当てられるからどんでん返しだよねって言っちゃっていいのかなって。 <laughs> っていう、っていう、まあちょっとオチになってしまうので、なんか、いまいちこのストーリーはちょっと面白いという、まあまあ、つまんなくはなかったんですけど、なんか、まあまあ仕方ない、まあこのオチか、うん、っていうふうに、そう、あのね、その漫画が良すぎたせいで、そのスピンオフの、なんかね、レベルがちょっと微妙になっちゃうんですよね。はい。